やらせをお願いしていいですかって相手には言うけれども、はい、向こうはやらせをさせられると思いきや不意打ちで本当に当てられてしまうってことですね。そうです。なるほど。やらせしに行きましょうか。行きましょうか。僕が今から初恋の相手は達也さんですよねって言うんで、当たってるみたいなちょっと振りだけしてほしくて、まあもう驚いてる感じの雰囲気を、はい、ちょっと YouTube の撮影なんですけど、初恋の相手絶対知らないですね。初恋の相手が英傑くんだって絶対わかんないです。英傑くんだって絶対わかんないです。当たってるの？当たってる？当たってる？じゃあよろしくお願いします。マジシャンの新しケイシーっていうんですけど、お二人マジック目の前でご覧になったことあります？ないですか。マジックというとよくトランプとかハト出したりとかすると思うんですけど、僕は考えてることを読み取るブレインダイブっていうのを得意としてるんですけど、ブレインダイブ聞いたことあります？ないですか。あ、テレビで見たことあります。僕はあのブレインダイブって言ってちょこちょこテレビを出てるんですけど、ブレインは脳でダイブは潜り込むっていう、まあ、いろんなバラエティ番組とかでやってるんですけど、それ見た時どう思ってました？すごいなってと思ってました。なんでわかるんやろって思いますよね。じゃあそれをちょっと実際生で今から体験してもらおうと思うんですけど、初恋の相手の名前を当てたりするの得意なんです。初恋を覚えてたりしますか？自分の小学校とか幼稚園の時に好きだった子の名前。ちなみにお友達は初恋の相手知ってますか？知らないです。知らない、はい、言ったはずよね。あ、言ったはず。覚えてない。じゃあちょっと僕がその初恋の相手をブレインダイブで読み取ってみようと思う。一応確認しますけど、今声かけたばっかりなんで初対面ですよね。はい、はい、ではブレインダイブしますね。初恋の時をちょっと思い出してもらって、何歳の時かだけ教えてもらっていいですか？小学校1年生。小学校1年生 OK で、ちょっと待ってくださいね。一応じゃあちょっとこっからは使わない、はい、こっからちょっと使わないと思うんですけど、僕が今から初恋の相手達也さんですよねって言うんでそうですみたいなリアクションを、はい、してほしいです。違う方は違うです。いえ、あの僕が全員そうですね。はい、何を言っても。あ、わかりました。そうです、あの僕が達也さんですよねって言うんで、当たってるみたいなリアクションを、わーみたいな、うわそうです達也ですみたいなリアクションをちょっとしてもらえると助かるんですけど、じゃあちょっと初恋の相手何歳の時でしたっけ？小学校1年生。1年生、思い出してもらって読み取りますね。文字は3文字ですか？合ってます。3文字。一度手を合わせていいですか？頭で強く念じてください。初恋の相手の名前、頭の中で小学校1年生の時。一応確認しますけど、僕初対面なんで僕絶対知らないですよね。初恋の相手がアツト、アツトくん。達也じゃなくてアツトで合ってます？はい、ガチですよね。ガチの初恋の相手、ガチの初恋がアツトですか？え、アツト？そうだろ？え、そういうこと？そう、今やらせをお願いしたと見せかけて本当に当てたんです。すごい、嘘やろ。アツト君は知ってます？知ってる、はい、はい。これがブレインだね。撮影で話一瞬合わせないといけなくなりましたよね。演技する準備してました？いや、普通にはいっていうか
僕がやってるマジックはちょっと特殊なマジックで、ブレインダイブって言って、人の脳に潜り込んで考えてることを読み当てるっていうマジックなんですけど、僕今日初対面だから絶対知らない。分かんないっす。はい、推しが高文。やばいな、これすごいって何やって、うわーすごいな、やばい、うわーすごい、うわーすごい、うわージョニーデップ、うわー、マジで、うわー、やばい、これがブレインダイブ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive。